き耳立てチャンネル。やったよ。さあさあ始まりました。始まりました。き耳立てチャンネルということで、はい、第3回目、第3回目を迎えたところでですね、はい、一つ皆様に大切なお知らせがございます。はい、なんだろう。聞き耳立てチャンネル、はい、チャンネル登録者数が、はい、もう100に達しました。よだすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。すごいですよ。3回目ですよ、まだ、まだ3回目しかね。すごい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 。前回何言ってたか覚えてますか？100、チャンネル登録者数100になったら、10分間まさきさんのモノマネ会をやるっていう。言ってた言ってた言ってましたか。なんかディナーショーみたいだねっていう。10分間。も10分間、まさきモノマネリサイタル。おお、私なんかあの裏方やるわ。じゃあ紙吹雪とか古いな。古いな。青いだり青いだりしてる。うちはね、桜吹雪みたいな。さあということで第3回目、はいはい、何やろうかなっていう話なんですけども、はいはいはい、聞き耳はどういう編成ですか？僕らどういう編成ですか、まあ、僕はもう歌以外ですよね、うん、歌以外ね。まさきさん何ですか？僕ボーカルですね。ゆみさん何ですか？ボーカルです。ですよね。ですよね、うんうんうん、この2人が織りなすハーモニー、はいはいはい、これやっぱりあのいろんな楽曲を聴いてきたりとか歌ってきたりした中でやっぱりこの今のスタイルが出来上がってたと思うんですよ。そうですね。今日は第1回イントロ当てクイズ。イントロ当てクイズ、デュエット編です。デュエット編。デュエット編。デュエット曲限定のイントロ当てですから。デュエット曲か。デュエット曲、はい、僕自信ありますね。あ、自信ある。あります。ルールをまず説明させてください。あ、はい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 。まず今から音を聞いていただきます。はい。その曲名とアーティスト名、正式表記で書いてください。正式表記。正式表記。どうしよう、漢字書けないとかね。英語書けないとかね。ありえるよね。もちろん漢字間違ったらダメですよ。ええー。デュエット曲ですから、そうだ、やっぱりその二人書かなきゃいけない場合あるわけじゃないですか。そっか。だ二人ともちゃんと正式表記で。はい。わかりました。わかりました。これね、紙ありますね。いやー、急に自信なくなってきた。うん、自信ありますよ。うん。あ、でもそう、正式表記っていうところがね、ちょっとあれですけども、うん。勘違いして覚えてる可能性あるもんね。そうなんですよ。だってね、2人書くときとか、そのどっちが先かとかもありますからね。A さんと B さんが、ね、あ、どっちが正式表記なのか。B が先なのか A が先なのか。なかなかシビア。なかなかすごいシビア。なかなか厳しい。うん。いやーちょっと楽しくなってきた。大丈夫かな。うん、ではファイルが、はい、今そちらのパソコンに送られておりますね。ありますね。あります。これ短い版とちょっと長くなった版と、はい、答えが送られてあるんですけども。はい。けどまずじゃあ第1問からいきます。第1問。はい、じゃあ短い方をちょっとかけてみてください。9。はい。短っ。短い。今。え？本当に短いで。今ね。うん。ふんしか言わなかったよ。いや、それだけ。メジャーな曲です。もう一回聴いていいですか？これね、あの縦チャンネル見てる皆さんもこれ分かりましたか？これもう一回聴かせてもらってもいいですか？もう一回行くなら、うん、ちょっと長い版聴きましょうよ。ちょっと長い版
あ、ちなみに今の段階で、はい、ユミさん分かりました？いや、かなっていうのはありますけど、自信がない。なるほど、まさきさんはどうですか？俺、かなもなんもないですよ。だって今ふわんって言っただけだよ。いや、もうね、その前のブレスで分かるんですよ。はい、じゃあちょっと長い版聞いてもらいましょう。はい、これ多分長い版聞いたら確信に変わるかもしれない。それでいきます。それでいきますよ。はい、まあ、まあ、やっぱりやっぱり分かるでしょ。分かるけど、うん、正式表記でしょ。正式表記ですね。うわあ、日本全国の皆さん、正式表記って難しいもんだね。さあ、書いててください、どうぞ。さあ、答えは出ましたか？ドン、うん、あなるほど、ユミさんが小袋 with 綾香、はい、はい、で、この曲名。スペルがね、自信がないんですよ。なるほど、はい。ちなみに曲名はワインディングロード。はい、あ、やっぱ G？ はい、で、いやでも私も合ってるか分かりません。まさきさんの方がはい、はい、綾香かける小袋、うん、で、もう英語は壊滅的ですね。ねえ、はい、本当にね、学生の頃ね、もうカタカナだもん。では正解はですね、はい、あやかかける小袋でおワインディングロード。イエーイ。でもあやかって字違くない？そう、ワインディングロードのスペルはゆみさん合ってますね。合ってますか、はい、やったー。 ROAD、 そして半分正解。まさきさんは、はい、字を間違ってる感じですね。綾香の綾がね、違うんですよ。違う女ですね。違う女。違う女。これね、いとこのね、はい、そう、綾ちゃんって子がね、なるほど、この感じ使うんですよね。なるほど、惜しい。そう、綾ちゃん、見てる？いとこ、いとこ。これどういうか、どうしましょうね。どうしましょう？私は、うん、アーティスト名は間違ってる、うん、これこれはもうこれあれじゃないの、これもう両者ドローですよ。ドローですか。おー、さあ